大日本茶道学会大日本茶道学会は、茶道の流派の一つ。運営の主体は、財団法人さん特案であり、東京都新宿区佐門町にある、秘伝解放、茶道本来無流儀を掲げ、近代茶道の復興を目指した。1898年村千家十三代猿農祭の門人であった田中先生の提唱により、初代会長に、 鳥を小屋田を迎え京都高台寺に創立された。明治維新後の社会の変革によって新しい世の中になっても、茶道だけは以前の封建時代の流儀を残し、制約が多く、ほとんどの流儀が茶道に関する本の出版を禁止していた。このため過ちの多い句伝の伝承に頼る絵図、また、勇敢階級、特権階級のみを対象とすることなどの弊害が数多くあった。 この回のできた理由は、そもそも、理休の時代までは、流儀は存在しなかったことから、作動本来無流儀を掲げ、流儀を超えて定期的に会合し、自由に作動に関する研究を行うためであった。しかしわずか3年後の1901年に解散し、田中先生は、石州流清水派の野崎都園に入門して、南方六隅引き巻きにある金割りの研究に取り組む。 鳥尾小谷田の没後1910年になってから、小谷田の夫人である、鳥尾康子を第二代会長に迎えて、東京市浅草区に再興される。本部は移転を数回繰り返し、田中先生が1930年に第三代会長に就任した後、1938年に現在地に移転した。佐藤を研究し合う集合体であるので、会と称し、家元は会長と称する。 理論的、学問的に茶道の研究を進め、茶道の精神を研究、実践し、そして広くた流儀の茶人と交流し、それぞれの優れたところを学び合い茶道の発展に貢献するのが、会の目的である。このことから流儀にとらわれないという言われもあり、会という形態を現在も伝承している。大日本茶道学会では、検証制度として、茶道文化学術賞と、 佐藤文化学術奨励賞を創設している。双方とも前年に発表された佐藤文化研究についての書籍、論文を対象とした学術賞である。佐藤文化学術賞は佐藤文化の研究に大きな貢献をしたと認められ、研究を耐性させたもの,の代表作と認められる作品に対して授与される。それに対して佐藤文化学術奨励賞は 作動文化の研究に大きな貢献をしたと認められ、今後の作動文化の研究を進展させると認められる作品に対して授与される。ありがとうございます。